デビューチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。三谷亮です。池岡亮介です。大見洋一郎です。はい、どうもこんにちは。まあ、僕たちのことをね、知らない方も知ってる方も、はい、なんとですね、僕たちはですね、はい、写真集を今回出すことが決定いたしまして。あ、そうなんですか。はい、初のその写真集ということ で、 で、ね、今回デビューさんに、取材をさせていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、僕たちの写真集はですね、5月の13日ですよ、13日に発売がいたしますので。もうすぐですね。そうです、もうすぐでございます。で、いろんな特典もありますので、ぜひ僕たちのブログやサイトに遊びに来ていただいて、チェックしていただければなと思っております。ぜひぜひ。はい、で、ちなみにわからない方もいると思うんですけども、僕たち3名のチーム名は根本的王子でございます。ぜひ覚えて、このデビューチャンネルを見た方にはですね、伝えていただければなと思います。コーンでしょ。コーンで、ポーンでしょ。で、敵がなくて王子です。敵じゃないでしょ。はい、そうか、王子か。敵みたいになっちゃう。そうそうそう、根本的王子で、はい、王子担当でございますので、王子担当。ぜひね、知らない方はですね、知ってる方に聞いていただいたり、はい、そして知ってる方はぜひ広めていただければなと思います。そうですね。はい、はい、僕たちのいろんな表情を楽しんでいただければなと思いますので、はい、ぜひチェックよろしくお願いいたします。ということで、はい、読者の皆様もですね、僕たちもソロでは出せないと思ってた、そうですね、まさかの思ってたものがですね、出せたということで、夢はやっぱり諦めなければ叶うということで、ぜひですね、皆さんも夢を諦めずに、ぜひ自分の夢を持って、ソロ写真集がね、出せるかもしれないからね、君がね。そう、僕らもだって何年か前は本当に出すなんて想像もつかなかったんですから。なので、ぜひ、はい、日々、お手入れとかね。ああ、そうだね。できることからね。できることから、コツコツと。はい、はい、やっぱりこう、間違いない、人間は進化と老化の比例はしないので。難しい話しないで。そうそう、だからこう、やっぱり日々ね、お手入れをして、はい、近くでもこう、見れるっていう。そうね、いろいろかければ。おお、確かに。修正とかがめんどくさいからね。そうそう、はい、修正言うんじゃないね。いろいろかかってきてしまうので、そうです、時間もかかりますしね。はいはいはい、ということで、ぜひ。これアドバイスなってんのかな。大丈夫。まあでも大丈夫か。大丈夫です。はい、諦めないという。そうですね。諦めないことがまず一番大事です。大事です。そうですね。ぜひ諦めずに僕たちと一緒に歩み続けましょう。はい。はい。以上、三谷亮と清岡亮介と大見洋一郎でした。バイバイ。ダーン。うん、不安。